やっとさー、鹿児島ニアのフールです。必ず失われた記憶、続きをやっていきたいと思いますが、録画ミス、まさかのカラーストーンをですね、緑と黄色を手に入れたんですけれども、まさかの撮れてない、映像が撮れてないという失態。まあ何やったかというと、ジャンプね、できるようになってからあのホラー穴に行きまして、そこで確かグリーンを手に入れまして、その後なんかホラー穴に落ちて、でその、まあ、仕掛けを解いた後にイエローとストーンを手に入れて出てきたと、ここから出てきたところなんですよ。まさか取れてないなんてね。まあでも木を取り直して、多分6色あと紫だけだからもうすぐ終わっちゃうねと。あれ、この人は、うん、困ったな。この辺りで落とし物見かけた。あれがないと困るんだ、まいったな。どうせ黄色か緑なんでしょう。あ、そうでもない。この人多分なんか先制的な調査をしてたらしいんですけれども、なんかいる場所が違う、ね。なんだこれは。N5。お、なんだこれ。おや？コンタクトレンズを見つけた。おー、よう見つけたな。C8、K8。はぁ、また謎解きだな。難しいぞ、これ。まあ、でも、はい。コンタクトレンズ。助かってありがとう。不思議な力を持っているようだな。カラーストーンという石を探している。うーむ、この村のことは詳しいつもりだが聞いたことがないな。私は今ここにある石板について調べているのだが、もしかしたら君ならこの謎が解けるかもしれない。これあげよう。お、なんだい？不思議なペン。あ、やったー。ってことはですよ。G の2。難しいんじゃないのか、これ。あーで、こんなに戻ってるわけね。はい。光ってたりする。あーで、この先の、このホラー穴に落ちました。あー、もう入れなくなってるね。いや、しかし。謎解き苦手なんだよね。愛の13。K8、C8。N5。G の2。座標っぽい感じはするけど。座標か。座標かな。プの座標。マップマップ。どこだったかなぁ。あ、なんだこれ。おお。あの野郎のスニーカーなんじゃないのか、これ。音楽的に。看板が。あの野郎の住みかっぽいな。これは飛べな。あららららあらららちょっといけないか。あ、これか。マップ。ですよね、やっぱり。N の5。C の8かな、一番近いのは。
むずいですけどな。花が咲いてるな。隣に花が咲いてるね。これはカラーストーンを手に入れた場所が1、2、3、4、5、6色。なるほど。6色目のストーンがどこにあるかということかな、これは。N の5。N の5で手に入れたな。赤手に入れました。愛の13。で、手に入れたかもしれない。M の8。で、ブルーを手に入れたかもしれない。ということは、反応してないところが。イエローは手に入れました。青だったね。これか、この色だな。 K の8だな。 K の8に行けばいいのね。K の8、K の8。はい。はい。行きまして。行きまして。ここ。あ、ありました。あった。だよ、こういうことね。冴えてるね。パープルストーン。よいしょー。お、なんだなんだ。お、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 何あれ。もっこりしてる。あ、目が。紫をオンにしちゃうとあの、鎧の敵みたいなのが浮いちゃうんじゃないのか。はい、ありがとうございました。この子スカートが紫なのかな。6つの色を集めし物に光降り注ぐ。集めましたよ。ちょっとこれだな。セーブしたいですね。セーブ。はい。よし。じゃあ多分次がラストダンジョンでしょう。なのでここらで一旦止めまーす。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイー。